皆さんこんにちは。ユビーズ東北センターのフジャンです。さあ、私は今、池袋のホテルに宿泊したばっかりでございます。チェックインしたばっかりで。現在時刻は午前0時を超えておりまして、土曜日に来たんですけども、日曜日になってしまいました。で、今、指人形の開封動画を撮ってたんですけど、ちょっと間違って住所映ってる方を最後に映してしまったんで、これね、開封して一個一個紹介した動画まで撮ったのに、もう一回今、テイク2でございます。もう開けちゃったんですけどね。仮面ライダーキッズの V3 ホッパー。で、ライダーマン。そして、スカイライダー。この Q カラーっていうのがいいですよね。そして、トドロキ。これもそっくりですね。東京に出発する前に、今私群馬県に出張に来てるんですけど、その出張先のホテルに荷物が届きまして、でそれを受け取ってから東京に来たんですよ。なので今この東京のホテルで開けようかなと思って楽しみにしてたんで、やっと開けることができました。そしてもう一個ね、これでっかい袋があったんで、お、すげえ。いっぱい入ってるぞ。お、ちょっと開けていきましょう。もうね、持ってないライダーキッズをね、たくさんもうまとめ買いしちゃったんですよ。お、Z! めちゃくちゃかっけえ。自分でも何を買ったか、ちょっと把握しきれてないですけど。桜島1号ですね。それから、仮面ライダー、新2号。この真紅のグローブが最高に活かしてますね。そして、仮面ライダー、ブラック。さっき、ちょっと先輩と、倉田哲夫さんのビリーザキットに行って、お肉をさっき食べて、それで今帰ってきたところで、ちょうどタイムリーなブラック。そして、あ、私ちゃんと RX も買ってましたね。 RX、 いやかっけえ。リボルケインがいいですね。そして仮面ライダーゼクロス、てれん、てれてて、てれてれてて。そして、キバシリーズの中で、まだ持ってなかった、この、イクサの、セーブモード。かっこいいね。僕はバーストモードの方が、初見では好きだったんですけど、やっぱり、セーブモードのこの、味わいは素晴らしいです。お、ちゃんとこれも買ってたんだ。響さん似てますね。いやー、変身前の指人形もっと出てほしかったですね。そしてお次は仮面ライダー J、ベリーをこの腕に乗せてる状態ですね。あ、これ欲しかったんだよ。タジャドル、タジャドル、いやかっこいいね、タジャドルは。そしてその他は、あ、これも欲しかった、ゼクトルーパーね、一個だけっていうのが寂しいですけど、こういう量産キャラクターはたくさん欲しくなっちゃいますね。やっぱり最低でも5体くらい欲しいですよね。ライオトルーパーとか、ショッカー戦闘員とか、まあ、他のシリーズで言うとザクとかね、いっぱい欲しいキャラクターありますけども。そして、メテオストーム。そして、
お、これはまたまたフォーゼシリーズ、メテオストーム、次今度は、マグネットステイツ。お、そして仮面ライダーストロンガー、うん、かっけえ。そしてライダー X、 なぜかジップロックにこれだけ入ってます。仮面ライダー X、 うん、まあどれも超備品を買ったので、塗装剥げとかもちろんないんですけど、全然、うん、本当に新品みたいなもんですよね。これはコレクターさんが大事に保管していたのか、それか本当の新品だったのかちょっとわかんないんですけど、こんな感じで私の欲しいものがこうやってね、もうピンポイントで買ったので、これは大満足の荷物ですね。今ライダーキッズをコンプリートしようと今結構力を入れて集めてるんで、昭和ライダーもねまだもうちょっと持ってないんですよ。新1号も持ってないし、仮面ライダー新も持ってないし、新1号ってうるさいんですよね。アマゾンは家にあるんですけど、で2号 V3 ライダーマン X、 アマゾンが家にあるんで、ストロンガースカイライダーで、スーパーワンはまた別でちょっとまた買ってるんで、でゼクロスとでシンも買ったんですよ。なので昭和のまあ主役はまあほとんど揃うという感じなんですけど、その他のねバイクに乗った状態とかいろいろまたバリエーションが、ライダーキックとかいろいろありますんで、まあ、そこを集めたらなんとかコンプリートという感じになるんですけど、通常品はですね、通常品だけコンプリートということになります。限定品もいろいろライダーキッズとかあるんで、そちらもまあ余裕ができたら集めていきたいと思っております。というわけで、東京について早速の開封動画でした。明日は中野ブロードウェイで指人形をたくさん探し、あー一個忘れてた銀だからこの色がなんかこのプチプチと被って、ちょっと今、そして今カメラを片手に持ちながらだったんで見落としてしまった。こんな重要キャラクターを、いやね、撮り終わる前でよかったけどね。シャドウムーン、シャドウムーンもちゃんと私購入しておりました。うん、って対決させられますね。よいしょ、うわ、いいですね。というわけで、ライダーキッズも非常に素晴らしい指人形ですので、令和になってもまた出してほしいなと思っております。皆さんも指人形をたくさん買って、指人形ブームを一緒に巻き起こしましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。